良い子の皆さん、今日もとっても楽しいお稽古でした。子どもたちはいつも先生が楽しいことをしてくれること、楽しいなぞなぞ、音遊びをしてくれることをよく知ってくれています。いつも先生にこれ見て、これは何、いろんなことを尋ねてくれます。子どもたちはユニークな遊び心が大好き。今日もドレミの歌やハッピーバースデートゥーユー、いろんな曲を、おつかいありさん、動物の曲当てクイズなど楽しみながら歌ってくれました。ピアノもエレクトーンもとっても楽しいですね。今日はパンダ、ウサギ、コアラ、元気に歌ってくれたので、この曲も弾いてみますね。とっても楽しい、こんな可愛い絵も描いてくれました。誰でも褒められると嬉しくて、また次来よう、頑張ろうって思う気持ちになりますね。それでは今日もパンダ、ウサギ、コアラを弾いてみるのだ。ミュージックスタート。先生に楽しいお話を聞かせてくれて、とっても今日も楽しいお稽古でした。ドレミで音名で元気に歌ってくれると先生もとっても嬉しいです。コミュニケーションや楽しい遊び心を持って楽しむことが音楽の基本ですね。幼少期には焦らず慌てずじっくりと楽しい音遊び、リズムを聞かせてあげること、いつもいろんなことを先生に話してくれます。とってもピアノもエレクトーンも弾けたら楽しいのだ。かわいい絵を描いてくれて、子どもと楽しいことを共有する、同じ目線で楽しみながらコミュニケーションを大切にとることも大切ですね。それでは今日も楽しかったな。おーれ様天才なーでもい、楽しいリズム遊びやカスタネット、おスーツ、いろんなリズム遊びを楽しみながらやってみることが一番ですね。それでは今日もバイバイキン。